ずは、一拍目が右手は音がないです。で左手から入りますので、右手いきなりじゃなくてワンとうんとレレダの、ここにねやっぱり右手指揮があるといいと思いますね。うん、指揮しといてうんとレレダの少しドレミファソっていうこう駆け上がりをこう見せるような。そうですね、ここにちょっと一つ書きたいんですけどね、恵子先生はどっちに感じるかね。これ例えばねワルツ系なのか、どちらかするとポロネーズ系なのか。あのねポロネーズっていうのはね三拍子ですよね、共にまあ三拍子なんですけど、ポロネーズってのはね 1,2,3 が結構対等なんですよ。でワルツの場合は 1,2,3 なんですね。でこれでもってね相当演奏が変わります。